まとめ。小学生、中学生の皆さんが今持っている力を十分に発揮するために、早寝早起き朝ごはんを毎日続けてほしい、そんな思いを込めてこの教材を作りました。この教材をきっかけに、学校やクラス、そしてそれぞれのお家で生活習慣について話し合ってもらえたら嬉しいです。そこで皆さんにお知らせがあります。この教材を見終わった後で、皆さんが考えたこと、学校やお家で話し合ったことを大募集します。例えば、早寝早起き朝ごはんを毎日続けるために、児童会や生徒会でこんな目標を決めたよとか、こんな工夫を始めたよとか、家族でこんなルールを作ったよということを所定の用紙に書いて、こちらまで送ってください。送っていただいた中から、これはみんなにもおすすめしたいと思うものを私が選び、耳歌唱として表彰します。皆さんからの報告、楽しみに待ってます。